その話し方だと嫌われるよ。人に好かれる話し方と人に嫌われる話し方、どちらを身につけたいですか？と聞けば、ほとんどの人は人に好かれる話し方ですと答えることでしょう。一方で、人に嫌われる話し方は誰もが避けたいもので、今そのような話し方を知らず知らずのうちにしている人は、それを強制した方が人生100倍良くなると思います。ではどのような話し方が人に嫌われるのでしょうか。もちろん僕みたいに友達に毒を吐きまくって心の傷をえぐりまくるようなことをしていれば、光の速さでみんなから嫌われると思います。ですが、あなたを含め多くの良識のある大人はそんなことをしないので、それ以外の嫌われる要素を潰していかなければなりません。僕が思う嫌われる話し方の定義はたくさんありますが、その中の代表格に話が分かりにくいというのが挙げられます。話が分かりにくいというのはなかなか厄介なものでして、相手は楽しそうに何か話しているんだけど、結局何言ってるかよく分からず、会話も結果的に盛り上がらないことが多いです。その結果、あいつが来ると場が盛り下がるから呼ぶのやめようぜと飲み会に誘ってもらえなくなったり、あの人かっこいいんだけど何言ってるかわからないから残念だよねとオフィスで陰口を叩かれたりして、最終的に上司や好きな人に嫌われてしまうなどという悲惨な状況になるのです。そんな人本当にいるんですか？あずしさんの妄想なんじゃないんですか？と思われるかもしれないですが、僕は仕事柄、日本企業へ就職を希望する生徒や外交官になりたい生徒の面接練習やスピーチ練習を頻繁に行っています。そこでものすごく感じるのは、話が分かりづらい人はマジで分かりづらい、これでは面接で内容評価してもらえないという人が意外にも多くいるということ。今回は面接練習を日々こなす面接の鬼教官である僕が、話が分かりづらい人に共通するポイントを3つ紹介します。1、話が長い。何を言っているのかよくわからない人にありがちなことの代表に、とにかく話が長いということが挙げられます。いつ終わるのか、いや、いつ終わってくれるのかわからない、こちらが口を挟まなければ延々話し続ける人たち、あなたの身の回りにもこんな迷惑な方がいらっしゃるのではないでしょうか。なぜ話が長くなると話が分かりにくくなる、なぜ話が長いとダメなのか、それは単純に論点が整理されていないからです。論点が整理されていれば自然と話す長さは短くなります。話が長い人イコール情報の優先順位が分からない。では論点とは何かというと、それは何を話すべきかということで、論点を整理するということはそれをどういう順番で話すかということです。逆に言えば、言う必要のない情報を捨てることができ、必要なことを的確に伝えることができる人が、論点が整理されていて話が分かりやすい人ということになります。実際こっちが好きなスポーツ何？って聞いた時に、私は高校時代は文学部に所属していて、それまでは全然運動なんてしたことがなかったんですよ。でも大学に入ってラクロス部の新刊を見てものすごい燃え上がっちゃって、俺の青春をこれに捧げようかな、第二の人生をラクロスにしようかななんて思ったんですよね、って感じで答える人は意外といます。でも客観的に見たらこの人やばいですよね。ラクロスでいいですよね。せめてラクロスですね、大学時代からやっていましたくらいですよ、許せるのは。相手が好きなスポーツについて聞いているのなら、好きなスポーツがその会話の中で一番優先順位が高い情報で、相手が一番関心を持っていてこちらが一番言わなければならない情報です。そんなこと言われなくても分かってますよ、アジスさんは僕をバカにしてるんですか？と思われるかもしれませんね。ですが、実際に僕が生徒さんに日本企業の面接の練習とかスピーチの練習をさせると、こういう空気の読めないミスをする人が多発します。面接でいつも落とされる人はこの辺の認識と練習が根本的に足りていない気がします。2、言いたいことがありすぎる。話が長いことが何を言いたいのかわからなくさせている要因のお母さんだとしたら、言いたいことがありすぎるということがそのお父さんにあたるでしょう。
言いたいことを言いたいだけは言ってはいけないんですか？私の表現の自由は憲法で保障されているんですよ。知らないんですか？なんて生意気なこと言うやつは、鼻の中タバスコをビンゴとぶち込んで差し上げるので、そこで正座して待っているように。言いたいことがたくさんあること自体は悪いことではありません。僕は友達がいない孤独な人間ですが、相当なおしゃべりな人間ですので、授業の時もとにかくいろんなことを話したくなるのです。ですが、これで僕が衝動に任せて話したい放題話したら、相手の頭の中がごちゃごちゃしてきます。そして挙句の果てに情報の波に溺れて帰らぬ人となってしまいます。あれもこれも話したら、どれが大事な話で、どれが取るに足らないクソみたいな話かがわからなくなるのです。3. 論理が飛躍する。基本的に1と2の両方に当てはまっている人はもうその時点で相当やばいんですが、3つ目の症状もなかなかきついです。その症状とは、論理が飛躍するということです。言い換えると、話がちゃんとつながらないということです。一つ例を挙げましょう。警察署で、ある強盗が取り調べ室で警察に尋問されている状況。なんでお前強盗なんてしたんだ？お腹空いていたから。あなたがこのやり取りを見たとき、おそらく、はあ？意味わかんねえ。この強盗頭おかしい。お腹空いたと強盗は関係ないだろう。とか思ったかもしれませんね。でも、実はこの強盗にとってお腹が空いたというのは強盗の重要な動機だったのです。強盗の真実。強盗は大学生で東京で一人暮らし。家が貧しいので自分でバイトをして生計を立てていた。でも先月バイト先が倒産し、次のバイト先を見つけられないまま1ヶ月経過。そして学費の支払いやパソコンのローンの支払いなどが相次ぎ、手元の金はついにゼロに。食べ物のストックももうない。3日間水だけで過ごした彼も限界。そんな中、ふと気がつくと目の前にあったのは吉野家。そして香る牛丼の強烈な香り。あらいっぱい牛丼を食べたい。でも今の俺には牛丼を食べる金がない。それならそこの銀行で奪ってくればいいのでは。よっしゃ、家から包丁を持ってくるか。そして彼は強盗に及んだのでした。さて、この強盗の真実を見ていただいた後、もう一度。なんでお前強盗なんてしたんだ？お腹空いていたから。この会話を見たらどうでしょう？特に違和感ないですよね。確かにそうだ。飯を食うために金を調達しに行っただけだというのがわかると思います。でもそれって強盗の真実を知ったからそれがわかっただけであって、何もヒントがなかったら意味がわからないですよね。実は多くの話が分かりづらい人というのはこれと同じようなことをやってしまっているのです。話している本人は頭の中にストーリーや論理がちゃんと全部揃っているのですが、実際に話される内容はその一部だけなので、聞いている側にとってなんで急にその話になるの、なんか意味わかんないなぁと分かりにくいことこの上ないのです。よくいきなり切れる人という人種がいますが、あれも周りから見たら突然怒りが爆発している感じに見えますが、本人は頭の中で怒り発生ストーリーをずっと再生していて、イライラが募って最終的に爆発しているのです。このように物事はちゃんと順を追って A、B、C、D と話していかないと相手はちゃんと理解してくれないのです。いかがでしたでしょうか？ここまで話が分かりづらくなる3つのポイントをお話ししましたが、この記事の反響が良かったら次回は話が分かりやすくなるためのポイントについてお話ししたいと思います。コメントなど随時受け付けております。あなたの率直な感想をお聞かせください。今日はここまで。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしく。